くは公式サイトまで。みんな、お家に帰ってきたらきちんと手を洗おうね。はじめに手を水で濡らすよ。ピカピカにしよう。石鹸をたっぷりのせてスリスリこすります。やったー、いい感じ。すごいよ。完璧、バッチリだね。しっかり洗えばほらピカピカに。大成功。まだまだ続くよ。セイディースパークスディズニーチャンネル。さあ行くよ。2022年もディズニーチャンネルから目が離せない。きっとうまくやれる。人気シリーズの新エピソードはチームでポーズを。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワールをはじめ、どうなってんだ、戻った、不思議の国アンフィリア、私は良い魔女のルース、覚悟はいいか、アウルハウス、ゆるキャンなど続々登場。さらに注目の新番組、レッツゴーゴーズフォー、ミラキュラスのアニメーションスタジオ最新作、ワンハウスへ行こう。ミッキーたちが魔法の家と冒険へ。ミッキーマウスファンハウス、よろしくね。そしてゴーストと親友になっちゃう女の子や可愛い鳥たちもやってくるよ。今年のディズニーチャンネルもお楽しみに。パリを世界一綺麗な街にするこの酸素プロジェクトで。今度の新エピソードは、広場の木を全部切り倒そうとしてるんですよ。街の未来を守るため。言う通りにしろ。新たなヒーローが登場。ネズミのミラキュラスをあなたに渡せることを誇りに思う。ミラキュラス、レディーバグ&シャノワール新エピソード、16日日曜日夜7時30分。見ろ、ゲットスクイーキー。ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。みんな決めのポーズ取ってくれてない。あの竜の戦士コーが息子か、本当のお父さんと再会し、着いたぞ、故郷で幸せな時を過ごしていた。だがそこへ恐るべき伝説の野獣が蘇る。全てを叩き壊す、ガイ様の世になるのだ。狙いはあなたよ、ポー、そしてファンが全員。みんなでカンフーを学べる。僕がカンフーを教える。さあ師匠としてカンフーを伝授せよ。カッパー、力を合わせて立ち向かえ。やった。果たしてポーは最強の敵に勝てるのか。今新たなパンダ伝説が生まれる。カンフーパンダ3、1月8日土曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ。セイディースパークスディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。ベイマックスザシリーズディズニーチャンネル。ヒーローが揃うとすごいって見せてやりましょう。1月16日はヒーローの日。この日はディズニーチャンネルのヒーローたちをアッセンブル。スタートは朝7時。まずはスパイディとすごい仲間たち、雲のヒーロー出動、ハルクに化けた泥棒を捕まえる新エピソードも。朝10時からはレゴマーベルアベンジャーズ地球を救う方法、世界を救いに行くか、新エピソードを含む2時間連続放送。昼12時からはいろいろなヒーローが登場するミラキュラス、レディーバグ&シャノワールを8時間連続放送。あなたはとっくにスーパーヒーローなんだよ。新たなヒーローが誕生する新エピソードもあるよ。さらに夜8時は初放送の映画スーパーヒーローパンツ版。うわ、スーパーアホだな。ディズニーチャンネルヒーローサンデー、16日朝7時から夜9時45分まで。ロックスターのシマリス3兄弟、シマッピーズ、じゃあ行くぞ、アルビン、サイモン、セオドア、俺たち超すごいぞ。スターの日常はノリノリで、はちゃめちゃアルビン、びっくりの連続、やったー。アルビン&シマッピーズ第1話から10話連続放送、10日月曜日昼2時30分から。ディズニーチャンネルムービー。誰も知らない深い森の奥、そこは
青い妖精スマーフたちの秘密の住処。彼らは今祭りの準備で大忙し。リハーサルに行かなきゃ。ところが突如現れた悪の魔法使い。ガーガメル。スマーフエキスが必要だ。逃げ込んだ洞窟の向こうは、なんと現代のニューヨーク。喋るときにどんな話題でもスマーフって単語をよく使う。正解スマーフ。なんてスマーフ。みんなこっちだ。大都会には危険がいっぱい。そして待ち受けるガーガメルの罠。パパが連れて行かれちゃったの。絶対にパパを置いて村に帰ったりしない。みんなで力を合わせてとびきりスマーフな奇跡を起こそう。いざスマーフだ。スマーフ1月15日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ベイマックスザシリーズ。ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ヒーローが揃うとすごいって見せてやりましょう。1月16日はヒーローの日。この日はディズニーチャンネルのヒーローたちをアッセンブル。スタートは朝7時。まずはスパイディとすごい仲間たち。雲のヒーロー出動。ハルクに化けた泥棒を捕まえる新エピソードも。朝10時からはレゴマーベルアベンジャーズ地球を救う方法。世界を救いに行くか。新エピソードを含む2時間連続放送。昼12時からはいろいろなヒーローが登場するミラキラスレディーバグ&シャノワールを8時間連続放送。あなたはとっくにスーパーヒーローなんだよ。新たなヒーローが誕生する新エピソードもあるよ。さらに夜8時は初放送の映画スーパーヒーローパンツ版。うわ、スーパーアホだな。ディズニーチャンネルヒーローサンデー、16日朝7時から夜9時45分まで。パリを世界一綺麗な街にするこの酸素プロジェクトで。今度の新エピソードは、広場の木を全部切り倒そうとしてるんですよ。街の未来を守るため。言う通りにしろ。新たなヒーローが登場。ネズミのミラキュラス、あなたに渡せることを誇りに思う。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、新エピソード16日日曜日夜7時30分。見ろ、ゲットスクイーキー。ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。誰も知らない深い森の奥、そこは青い妖精スマーフたちの秘密の住処。彼らは今祭りの準備で大忙し。リハーサルに行かなきゃ。ところが突如現れた悪の魔法使い。ガーガメル。スマーフエキスが必要だ。逃げ込んだ洞窟の向こうは、なんと現代のニューヨーク。喋るときにどんな話題でもスマーフって単語をよく使う。正解スマーフ。なんてスマーフ。みんなこっちだ。大都会には危険がいっぱい。そして待ち受けるガーガメルの罠。パパが連れて行かれちゃったの。絶対にパパを置いて村に帰ったりしない。みんなで力を合わせてとびきりスマーフな奇跡を起こそう。いざスマーフだ。スマーフ1月15日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。ロックスターのシマリス3兄弟、シマッピーズ。じゃあ行くぞ。アルビン、サイモン、セオドア。俺たち超すごいぞ。スターの日常はノリノリで、はちゃめちゃ。アルビン、びっくりの連続。アルビン&シマッピーズ第1話から10話連続放送、10日月曜日昼2時30分から。ディズニーチャンネルムービー。そのホテルのオーナーはドラキュラだった。モンスターホテルへようこそ。彼の自慢は118歳の娘と。パパ、人間って怖い。恐ろしい人間が。人間絶対に入れない完璧なセキュリティ、すげえ人間。じゃじゃーん。創業以来の大問題。誰だお主。俺ジョナサンです。
お客様にバレては一大事なんてことだ。とりあえずモンスターに変装だ。あろうことか大事な娘と恋の予感。私メイビス。さらになんと人気者になってるし。どうなる人間、どうするドラキュラ。最高。ようこそ最悪のお客様。あ、もうちょっとやめてくれ。モンスターホテル、1月14日金曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー。誰も知らない深い森の奥、そこは青い妖精スマーフたちの秘密の住処。彼らは今祭りの準備で大忙し。リハーサルに行かなきゃ。ところが突如現れた悪の魔法使い。ガーガメル。スマーフエキスが必要だ。逃げ込んだ洞窟の向こうは、なんと現代のニューヨーク。喋るときにどんな話題でもスマーフって単語をよく使う。正解。スマーフなんてスマーフ。みんなこっちだ。大都会には危険がいっぱい。そして待ち受けるガーガメルの罠。パパが連れて行かれちゃったの。絶対にパパを置いて村に帰ったりしない。みんなで力を合わせてとびきりスマーフな奇跡を起こそう。いざスマーフだ。スマーフ、1月15日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー。